2015年中国に家を買い、内装の記録を収めたドキュメンタリーを2017年に完成させた。その映画のラストシーンは雨の場面。明るく晴れた希望にあふれた中国生活になるとは思えなかったから雨の場面にした。あれから丸5年、家はどうなったのか。やはり一番困らされたのは雨だった。ベランダの禁煙の張り紙は取れたけど、代わりに汚い板とパイプが取り付けられた。すべて雨のせいである。この板は雨水の跳ねを防止するため仮に取り付けたものがそのままになっている。通常雨どいは雨を流す川のような役割をするのだろうけど、おそらく水平が取られていない雨どいは横から水があふれ出し、それが手すりなどに当たり跳ね返った水が窓を濡らす。部屋の中から見ると左側の窓はかなり濡れているが、板のある右側はそれほど濡れていない。すべてこの板のおかげである。では左の窓は濡れてもいいのか。窓の下に黒い線がある。窓枠が歪んで左の窓が開かないのだ。いくら濡れたところでどうせ窓は開けられない。板の横のパイプは何かというと、屋上から落ちる雨どいの水をそのまま外に出すように取り付けた。幸いなことに下の階の人がベランダに屋根をつけたので問題はない。以前雨水はうちのベランダに流れ、ベランダの排水口から下に落ちていくという設計になっていた。しかしベランダ排水口はあまりにも小さく細く、風で飛ばされた落ち葉でも排水口に詰まったのだろう。強い雨が降った日に排水が追いつかず、ベランダにどんどん水が溜まり始め、6階なのに床上浸水になりそうだった。そんな経験から雨水は直接外に出てもらうことにした。もう一方のベランダの雨どいにも同じようにパイプをつけた。こちらからも床上浸水になりそうなことがあった。雨といえばこの部屋、どこからか雨漏りがして壁が剥がれた。7階の部屋も雨漏り。マンションで雨漏り。これが管理事務所に報告した時の写真。雨漏りの箇所に分かりやすいように黒いテープを貼った。違う部屋でも雨漏り。しかし
いくら直してもらっても結局直ることはなかった。中国では当然のことで、マンションの最上階は買ってはいけないと言われているらしい。年に一度は大雨が降り、こんな状態になることを想定していない。街中の水平がおかしく、雨の翌日は水たまりだらけになった。話を少し戻そう。引っ越しした当初、網戸はまだなく、良さそうな業者さんに来ていただき採寸してもらった。6階でもハエや蚊は多い。そこで網戸を取り付けてもらったのだが、まあ大体において問題はないのだけど、こちらの人は水平とか左右対称には興味はないらしく、網戸の取っ手の高さがバラバラなのがとても気持ち悪い。さらに網戸の業者は、網戸さえ取り付ければ窓が閉まらなくても気にしないようだ。この窓は網戸のせいで閉められなくなった。確かに窓がちゃんと閉まるように網戸を取り付けてほしいとは言わなかった。言わなかったのが悪いのだろう。もちろん苦情なんて言わない。言ったところでどうにもならないことは散々経験してきた。自分で網戸の枠を切り取り閉まるようにすればいいだけのこと。問題はない。引っ越してきたものの、まだ2階の部屋の窓にはガラスがなく、サイズを測りガラス屋さんで切ってもらった。日本での一般的な切り方は知らないけど、この店ではフリーハンドでガラスを切っているので、ガラスの両端は平行になっていない。仕方がない。若干のサイズ違いは自分でガラス切りを買い対処した。問題はない。もう一点、業者に頼んだものがある。キッチンとリビングのタイル部分と板の床のつなぎ目部分。最初は部屋と部屋のつなぎ目部分と同じような小さく安っぽいものが取り付けてあったので躊躇なく剥がした。しかし文句を言ってやり直してもらったところで、満足のいくものができてくる可能性はなさそうだったので、自分で設計図を書き作ってくれるところを探した。ステンレスの加工をしてくれる鉄工所を何軒か回り、やっと作ってくれるところを探した。こんな個人の小さな仕事はあまりやりたがらない。しかし本当に困っているとき助けてくれるのもまた中国人だ。あと問題というほどではないけど、天井。ひび割れて今にも落ちそうである。しかし落ちていないので問題はない。
当然壁にもひびが入っているが、雨漏りよりはマシだ。バスルームのタイルの目地も剥がれ落ちた。タイルが浮いている感じがして、何度目地を詰めても落ちる。このタイルの裏あたりには段ボールが詰まっているので、5年の歳月で段ボールは腐ってなくなり空洞化しているのだろう。音が軽い。キッチンのタイルも目地が割れたりしている。しかし今のところ問題はない。これは2016年引っ越してきた当初の仕事部屋。5年でかなり生活感が出た。この部屋には開けられる窓がなく、ある日突然息苦しさを感じたので、壁に穴を開けて換気扇を取り付けることにした。壁はレンガと発泡スチロールなので簡単に穴が開いた。日本のマンションでこんなことはできないだろう。内装のことではないが、何万時間も持つと言われている LED 電球が面白いほど切れる、壊れる。シャワー室に取り付けた電気もつかなくなり、取り替えたところで同じだと思い、自分で代わりのものを取り付けた。何箇所かのドアの蝶つがいのネジもグズグズになり、さらに太いもので補強した。コンセントや部屋のスイッチが壊れるなんて日本で経験したことがなかったけど、これも次から次に壊れて、同じメーカーで揃えたものも不揃いになってしまった。でも問題ではない。トイレのドアノブも壊れた。普通に使っていて壊れた。一番使用頻度の高い部屋だからか、取り替えたところでまた壊れるだろうから鍵だけつけた。やはり日本人だからなのか、お湯にちゃんと浸かりたいと買った木の浴槽は2年ほどでひびが入り使えなくなった。重いので切り刻んで捨てた。次はプラスチック製にしたが、これも割れそうである。でも割れていないので今のところ問題はない。5年間でこのマンションも随分変わった。家の前の建物はまだ誰も入居していなかったが、今は全室埋まっているようだ。直接関係ないことだが、エアコンの取り付け方を見てほしい。あまり日本では見かけない光景。配管のホースがみっともなく垂れ下がっている。確かに夏は暑いが、エアコンを取り付けるストレスを考えるとつける気が起きない。入居者が増えれば違法駐車が増える。駐車場はがら空きだが、ただで止められるならお金を出す人はいないだろう。業にいれば業に従え。5年前はこの国のことをあまりにも何も知らなすぎた。従うべきは従い、従いたくなければ黙る。文句を言うのは筋違い。常識は一つじゃなく、その国にはその国のやり方がある。今ならそう思える。
この5年間はどこで暮らしていても大変だったと思う。そのことも少しまとめておこう。中国のことで言えば、2019年は中華人民共和国成立70周年で、2021年は共産党成立100周年という大切な行事があった。そんな最中、ウイルスが現れた。外国に住む日本人は、その都市の領事館に在留届を出すことになっている。届け出ると、領事館や外務省からメールが届く。原因不明の肺炎のニュースが届いたのが2020年の1月6日だった。それから毎日のようにメールが届き、1月14日には新型コロナウイルスと命名されている。2月に入り、吉林省延吉市でも行動は規制され、出入り証がないとマンションからの出入りができなくなった。街から人が消えた。マスクなしでは出歩けなくなった。この外出規制は3月13日で終わった。しかし、3月13日のメールには、日本への早期の一時帰国を至急ご検討くださいと書かれている。しかし、行くところのない私は、まだ中国にいる。雨どいから水があふれ、開かない窓を濡らす。閉められない窓もあった。雨漏りがして壁が剥がれたり、天井のコンクリやペンキが落ちそうになっている。壁のひび割れはどんどん増し、タイルも剥がれ落ちそうである。そしてよく壊れる中国製品。でも問題はない。最初に中国に来たのは1989年、テレビドラマの撮影だった。中国人スタッフによく問題ないと言われた。明日の小道具は大丈夫か？問題ない。俳優さんの着替える場所は大丈夫か？問題ない。エキストラは集まるか？問題ない。問題だらけだったけど、ドラマは完成した。問題なかったのだろう。そんなによく聞いた言葉だったが、30年の歳月で忘れていた。そう、中国では大抵のことは問題ないのだ。かつてこの部屋で妻は日本語を教えていたが、今はオンラインになった。
私は空いた部屋でコツコツとスクリーンを縫い、ホームシアターにした。映画にならないシナリオを書き、たまに日本語を教え、映画を見て寝る。そんな暮らし。問題、あるはずがない。住めば都。